フローレンスは、オーストラリアのインディーゲームスタジオマウンテンズが開発し、アンナプルナインタラクティブより発売されたゲームソフト。25歳の女性フローレンス用の恋と成長の物語が展開される。平凡で退屈な日常を送っていたフローレンスは、ある日、屋外でチェロを演奏する男性、クリシュ・ヘムラジャニに惹かれ、間もなく交際が始まる。 音楽家になる夢を持つクリシュに対して後押しするフローレンスだったが、その夢に刺激されるように、彼女は幼少期に抱いていた抱えの夢を膨らませてゆく。作品内ではセリフや説明文がほとんどなく、手書き風イラストを用いたアニメーションや色彩の変化、様々な BGM により状況が表現される。ゲームの中で随所に挿入されるシンプルなミニゲームを、 クリアしていくことで物語が進行するが、これらはフローレンスたちの心情を表すメタファーにもなっている。例えば、フローレンス特シ種の会話シーンで吹き出しを組み立てるジグソーパズル形式のミニゲームでは、交際当初はピース数が多く時間がかかるが、交際を重ね会話が弾むようになるにつれて、ピース数が減り簡単になっていく。開発元のマウンテンズは、 イギリスのソフトウェア開発スタジオアッススタジオで、モニュメントバレエ等に携わった検温が独立して、故郷のオーストラリアに設立したスタジオで、本作は開発第一作目として2年をかけて制作された。開発チームは、普段ゲームをしない人を対象に、スマートフォンとタブレットの操作を用いたパズルをメタファーと結びつけて、情緒的な物語を伝えようと考え、そこから、 ラブストーリーの枠組みを持ち込もうという発想に至った。フローレンスは中国系オーストラリア人でクリシュはインド系オーストラリア人の設定となっている。フローレンスという名前について、ボンは自身のように両親がオーストラリアに移住し英語が母語でない人々は古風な名前を選びがちとの考えからオーストラリアで古風に聞こえるフローレンスにしたとし、一方でフローレンスは 開花の意味もあるため、若い女性が経験を積み重ねることのメタファーとして完璧と語っている。また、片方の親が日本人であるプロデューサーの神名・ヴィンセントは、オーストラリアは多文化なので私たちの経験を反映したかったとしている。左から、作曲家のケビ・ウィンペンキン、マウンテンズの本作プロデューサー神名・ヴィンセント、マウンテンズの創業者で本作ディレクターのケンウォン。 2019ゲームデベロッパーズチョイスアワーズにて、ありがとうございます。